日刊スポーツコム、芸能版記者コラム、お笑いタレントの安子、25、が18日、日本テレビ系のバラエティ、行列のできる相談所、日曜午後9時、にゲスト出演した。写真、ふわちゃんが引用削除した安子の投稿。安子に対する X、旧ツイッター、への不適切な書き込みで、芸能活動を休止しているふわちゃん、30、 がレギュラー出演している番組だ。トラブルが起きる前に収録されていたが、この日の放送ではフワちゃんの出番はすべてカット。他の出演者の後方で衣装が映り込むだけだった。同番組は20年以上続き、丸山和也、橋本徹、北村春夫、墨田優子、大渕愛子、元村健太郎ら弁護士をお茶の間の人気者にした。その一方で、 初代 MC の島田紳介をはじめ、宮迫博之、渡部健太トラブルに巻き込まれ、タレント引退、禁止となっている。今月2日に安子が、X に、安子オリンピック生きてるだけで偉いので皆優勝ですとポスト。すかさずフワちゃんがリポストで不適切な書き込みを行った。その後に削除し、そして、本当にすみませんなどとポスト。6日には安子本人に会って、 直接謝罪しただが5日深夜に生出演予定だった「フワちゃんのオールナイトニッポン 0!0!」は休止になり9日には番組終了が決定した CM 映像の公開は停止され掲載予定だった来年度の家庭科の教科書からも削除が決まったそして11日に芸能活動休止が発表された当初はフワちゃんのオールナイトニッポンに安子を呼んで 直接謝罪すればいいのではなどの意見もあったが、番組関係者は、スポンサーへの抗議が大変なことになると、即却下、した。フワちゃんだけでなく、ヤスコも気を使われて、いじられにくくなっただけに気の毒だ。フワちゃんの友人や共演者も沈黙している。売れっ子では霜降り明星の粗品が、自分の意見を堂々と述べており、勢いのある芸人は違うと思わされた。 裁判を抱えて芸能活動を休止中のダウンタウン松本人志がいたら、どんな切り口で笑いに変えてくれただろうかなどと勝手に妄想している。こうしたトラブルを大喜利にして笑いに変えてこその芸人、お笑い界なのに、と思ってしまう。しばらくはフワちゃんが表に出てくることはなさそうだ。だがパリ五輪だって、初戦敗退から勝ち上がって銅メダルを取った選手がいた。 いつか敗者復活で、生き返りました後、フワちゃんが出てくるのを待ちたいと思う。小屋の春夜。